卒業までに咲けばいいねと君はある日急に窓辺に鉢植えを置いた。何もなしに別れてゆくよりも残したいと始めたダイアリー。一ページ目には二人のプロフィール。二ページ目には二人の出会い。三ページ目からたどる季節、記すたび募る悲しみに君は耐えかね。七ページ目からは僕の名前何度も連ねた。花の名前も聞かずかったくせに勝手に自分で霞そうと決めつけたね。早く咲いてと毎朝祈って水を過ごして枯らしそうになって眠らず一人看病してたよね。花の名前呼びながら子供の絵のような君の笑顔がとても好きだった。里へ帰って小さな子供の先生になると言った。言葉通りに子供に囲まれた。君の笑顔の写真が今朝届いた。お嫁に行くと添えた手紙、つまりそれが二年の月日。書きかけたダイアリー、後書きに変えて君が自ら刻んだ。今思い出を煙に返して、せめて君の明日を祈る。